はい、こんにちは、なべです。よろしくお願いします。今回は前回に引き続き、お友達とランチ、お買い物みたいな感じで軽くできるような、シンプルなアレンジをやっていきたいと思います。シンプルというかシンプルなんだけど凝ってる風に見える感じでいってみましょうか。で、ベースはいつもの感じで巻いてあります。そこに、スタイリング剤が少しついてます。でここからまずトップ こうね、これぐらいのイメージ、トップをガバッと取ってここを結びます。クックで少し引き出して崩します。指でつまんで引き出します。で残った紙、残った紙を下、ここを分けて、ここを